おはようございます。月曜日になりました。11月29日です。今月も今日と明日の相場解説を残すのみになりました。さあ今月ね、私はね、相場解説して本当に良かったと思うのが、まあ多くの方に利益をもたらしたんじゃないかなと思うと同時にですね、私自身今年一番の利益を出しましたね。しかも全て狙って出した利益、そしてそれをね、克明に解説できたことが、もう私の今月はね、本当に力ついたなと思う瞬間でありましたね。1ヶ月ずっと解説してきて、価格を明確に明示して、その上でエントリーをする、セールをする、バイをする。これがずっと当たり続けてきた。あ、つまり当たるっていうと宝くじみたいですけども、相場解説とそれから現実が一致したってことですよね。もちろんリスクエッジもしながらだったんで、そうならなかったらこうしましょうみたいなことも込みでお伝えできたわけなんですけどね。じゃあ最後の相場解説になりますけども、順調に値を上げていったものが、荒れるよっていうふうに Facebook でも私書きましたけども、まあそれとはね、ちょっとタイミングがずれたんで、これがすごいでしょうってことではないんですけども、ただやっぱり、行動の限界点を迎えて横ばいになった瞬間に、ブレイクするよっていうところから大きくブレイクしましたよね。それが価格をぐっと下げて、今、113円の3日8まで来たわけですけども、一時期115円の450ぐらいあたりまで行ったんですけども、そっから2円ぐらいの差をドカンとつけたのが、たった1日2日で起きた現象でございました。この流れに際して、どこでセルでエントリーをかけるのかっていうポイントも何点か申し上げて、皆さんどっかで入られたと思うんで、少なくとも30ピップス、40ピップスは残ってたんじゃないかなと思います。そしてこれからどうするのか、12月はどのように対策を立てていくのか、それについて今日はお話していこうかと思います。では画面を切り替えます。どうぞ。はい、週が変わりましたので、まずはね、週足を見ていただきます。週足を見るとどうでしょうか。トランプ政権からバイデンさんに代わって大きな流れの変化ってのはここですよね。政権が変わってぐーっと上に行ったわけですよ。そしてエリオット波動を描きながら上昇波を構成してここまで来ました。さあ、こっから次の流れなんですけども、さらなる高みに行くのか、ヒゲを出して下に落ちたと見て転換が起きて、こっからは下に行くのか、そこについてこれから考えていかなくてはなりませんけども、この週足を見る限りはですよ、次に下落を大きくするとしたらここを割った時なんですよ。ですんでまだね、上昇傾向にあると見た方がいいです。上昇傾向でしょ?だって。ここ見てください、ここ。右肩上がりですよ、どう考えても。ガックンガックンと上に行ってるでしょ。全部を見てもそうですよ。価格、この辺りから、この辺りまで行ってるわけですから、右肩上がりですよね。押し目を作って上がったと言ってもいいでしょ。ここよりも上ですからね。じゃあ、日足の方行きますよ。日足を見ていくと、一日で大きく陰線を出していることがわかります。まあ、いろんなレジストブラインを割ってきたわけなんですけども、ここを割ったら今度は、これは包み足ですからね。包み足として大きく上昇の勢いを作ったところです。ここをもし割ることがあれば、112円の825を割ることがあれば、それは大きな下落を作ることになると思います。今度はここです。ここも包み足です。見えてきました。包み足の後大きく、上昇ですよ。ここも同じです。包み足の後大きく上昇ですよ。ここも同じですよ。包み足で上昇のきっかけ作ってるわけですよ。ですんで、ここを横に伸ばしてレジサボラインとして設定することによって、ここを破ったら大きな流れ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 っていうふうに考えていくわけですよ。だからレジサポラインがね、たくさんできちゃう人、ちょっとそこはね、考え方を変えていただいて、この、押し目、しかも、あれですよ、包み足を作ってるでしょ?ここを全部きっかけにしていただければよろしいんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ次、4時間を見ていきます。4時間。ね。つまりは、ここですよ。ここを割らない限りは、回復して上昇に向かうよってことを考えていけばいいんですよ。上昇に向かうっていうのはどういうことかっていうと、今、これがですね、赤い線を作って、またヒゲを出して下に行ってますよね。じゃあ次、どこを越えたら上昇の波に乗るかってことを考えていくわけですよ。ここにヘッド&ショルダーがあるっていうふうに前々から言ってますよね。もちろんヘッド&ショルダーは、大きな上の流れに従って下に大きく行くんではなくて、そのまま上に行っちゃいましたけどもね。でも、ここがネックラインになってますから、もしね、この、陽線が、ここを破るようでしたら、今度は肩のところを並べて、しかも赤い線に符号してますけども、ここまでは倍で取っていいですよってことになります。
その次、そこまでついに破ったら、ここまでは倍で取れます。そしてついに、ここまでも倍で取れます。はい、金額はね、横を見ていただければいいと思いますんで、多くは言いませんけども、これだけ目標ラインが見えてますから、利益を取るのは簡単でしょ？うん、だからこれが第一のシナリオですよ。こうならなかった際には、ロスカットを食らうから、ちょっとね、控えていただいて、様子を見るってことになります。その時にはまた解説します。じゃあ1時間を見ていきます。この前私がお話したのは、ずっと上昇の流れがあったけども、ここで横ばいに入ったよねと。だからブレイクを待ちましょうねってお話をしたら、ブレイクして下に行ったんですよ。で、下に行ったんで、根っこから入れなかった方は、最初のレジサポライン、ここで入ってくださいってことを言いましたよね。で、ここでも入り損ねた方はここですよ。ね、ここにネックラインありますからね。で、ここ。ね。簡単でしょ、こうやって見たら。それぞれ。どこを破ったら入ればいいのかってことが分かってるわけですから、これだけ。ね。破ったら入るだけですよ。で、しまいには今、ここまで取れてるわけでしょ。はい。言うことないですよね。簡単でしょ、これで。うん。じゃあ、一旦これで切りましょうか。で、今後の流れなんですけども、これはね、様子を見る段階に入ってますから、とりあえずは、このまんま12月を迎えましょう。12月はね、お話したように、エントリーそんなにたくさんできません。特に半ばを過ぎると、もうほとんど利益を取れるようなエントリーはないんで、最初の1週間なり2週間で型をつけるつもり、そうですね、だいたい12月の、早ければ10日で終わりです。長くても17日で終わりです。そう思って取り組んでいただきたいと思いますんで、11月から12月にかかる12月の、まあ、2日目3日、このあたりまではね、じっくりと見ることが前提になります。じっくり見ていった後で、実際にエントリーが始まるのが6日からですかね。うん、だからエントリーチャンスはそんなありません。まあ、前々からお話した通りなんですけども、12月は、一月としては存在するんですけども、FX のトレーダーとしては何もないというふうに考えた方がいいと思います。反面、暗号通貨されている方はそちらの方の動きをね、注目してみてください。今日お話しできることはそのぐらいでございます。それでは月曜日、しっかりと見ていきましょう。いってらっしゃい。はい、おはようございます。11月30日でございます。最終日になりました、11月。エントリーすることは私はないと思います。月末とか月初っていうのは、しっかりと様子を見ることによって、まあ月のね、中盤をかなり厚く取っていこうっていうのが私の戦略なんで、思ってもない資金がね、思っても見ないような資金が流れ込んできたりとか、引っこ抜かれたりとかするね。特に月末って資金を引き上げる方がたまに激しく出てくるんですよね。うん、まあその代わり、資金をドカンと入れる方、これはね、月の初めに起きやすいんですよ。そういう傾向がありますので、私の場合はそういう時はあんまりトレードをしないようにしています。そこまでの力量はございませんので。で、現在ですね、いろんな、ファンダメンタルの要因っていうのをね、考えると、相場ってのは見にくくなるんで、あくまでもね、テクニカルで見ていくように、今日も意識してやっていこうかと思います。それではね、デイリーの方から見ていきますけども、12月の1週目とか2週目をどのように取っていくのかだけに終始して、今日はお話をさせていただきます。こちらをどうぞ。はい。じゃあ、デイリーから見ていきますけども、大きな陰線が出ましたね、ここでね。その後、今、現在進行形のチャートバーはどうなってるかと言いますと、一本の線になってます。つまり上下に触れまくって迷ってる状態です。まあですので余計にね、買ったり売ったりを決断ができないということになります。ただ全体的には、円安の流れですよね。で、ファンダメンタルの話をさせていただくと、ファンダメンタルを加味するともっと円安が顕著になってきます。前からお話しましたように、日銀の介入でもない限り、この落差は埋まんないですよ、もう。ドカーンと。そういうふうに考えながらやっていますんで、ひょっとしたら日銀の介入があるかもしれないなっていう警戒感を持ちながら見ていこうかと思います。あくまでテクニカルを意識しながら、でも日銀の階級は介入ですね。日銀の階級はリアルですからね。これはファンダメンタルというふうに切り出すんじゃなくて、あるかもしれないなという警戒感のもと、資金を大きく投入するのは控えなきゃいけないかなっていうところですね。4時間です。4時間の値動き、とりあえずこの辺りまでは落ちてきましたよね。ただここに達してるわけではないんですよ。この安値を更新する前に高値切り上げを維持しているところ、
ここと比べてもね、そうですけどね。高値切り上げは維持してますよね。で、安値はここを割ったんだけども、確かに、こことここを横に並ぶ線は割りました。ね。割ったんですけども、ここを踏みとどまってるわけですよ。ここに触れずに。まあですんで、このままトレンドの方向に動いていくのなら、ここを超えて、ここを超えて、115円から120円の方向に行くんではないかなっていうふうに大きく見ることができます。じゃあね、上下で迷いながらも上昇方面にあるということは今までの時間軸で理解できましたが、1時間を見てみると、今1時間見てもらってますけども、これは大きく下落傾向にありますよね。前お話したように、横ばいで停滞したところからブレイクした方向についていくということで、ブレイクした方向についていって大きな利益を上げました。でも結局はトレンドの方向に戻っていこうとしている動きがここでも見られますよね。迷いながらも上に駆け上がってるわけですよ。これフラッグを形成するように見えませんか？こういうふうにね。フラッグを形成したら多くは入ってきた方向に抜けていくんですよ。だからその懸念、ストーンと落ちる懸念はありますよ。ですので余計にエントリーはしにくいです。最後のエントリーはだから、ここをいかに取ったかに尽きるわけなんですけども、じゃあ、12月のことを教えてよって話になります。12月は、全体的には12月は買いで取れると思います。ただ、短期的にはね、売りの懸念があるわけですよ。だからこそ、12月に入っても、そうですね、1日2日3日と平日がありますけども、エントリーはちょっと控えてもらってですね、解説はしっかりして値動きは追っていくんですけども、本格的には6から10日、この5日間をしっかりと稼ぐために、まあ、ステイシーになっていこうかなというふうな11月30日、それから12月の1、2、3。これが正直な当面の見方です。エントリーはだから12月の6日までできないと思います。そして12月のエントリーは長くて17日で終わりです。短ければ10日ぐらいに手仕舞いしないといけないかもしれません。まあですね、基本的にはね、もう投資できる日数があんまりないんですよ。ないからこそ大きく外すことはできません。だから大きくトライはしません。危ないなと思ったら見るだけ。11月までの成績が今年の成績だと思うしかないですね。その代わり暗号通貨の方をちょっと見ていくと面白い動きがあるかもしれません。暗号通貨の投資をされている方は、どちらかというと FX からね、暗号通貨に12月だけは比重を置いていくことをお勧めします。でも FX しかやってない方、この方は損失を最大限に抑えるためにチャレンジはしない方がいいと思います。ロスカットもちょっとねシビアにいって、リスクリワードは 2.1 ぐらいでいけばいいんじゃないかなと思います。ロットも普段よりも 30% から 50% 落としてですね、儲けることよりも損しないことをしっかりと考えていくことが大事です。これが12月の私からのアドバイスになります。それでは、いってらっしゃい。こんにちは、ハーソッカジクロークでございます。今日の FX はね、12月になりましたけども、まあ、ポイントを何点かお話して、さらっと終わっていこうかと思います。まあ、12月も勝てるといいですよね。じゃあ、こちらです。デイリーを見ていきますね。デイリーの方なんですが、ここはね、ポイントはね、ここですよね。まあ、2点底になりかけてるかなというところでございます。ここを割らずに戻っていったわけですから、やっぱりこのね、包み足が生きてるかなと思いますね、ここの包み足が。ですんでね、どういうふうに結論付けるかと言いますと、やっぱり、この112円の825から上の世界でしばらくやっていくんじゃないかなと思います。つまりは、上昇傾向に行くんじゃないかなと。やっぱここのね、ポイントってのは割れないと思うんですよね。113円の028ですか。112円の825か。ちょっと書いておきましょうか。112円の825を割らないようにデイリーってのは進んでいくんじゃないですか。はい、では次の時間軸、4時間です。4時間はこことここですよね。だここを結んでこういうような線を引くと、やっぱりさっきと同じような水準になってきますよね。だ今後は上昇の方を見ていけばいいと思いますんで、ちょっと移動平均線はね、下の方にブワーッと広がりましたけども、なんだこれ。なんだこれ。まあ、ここから上昇傾向に行くんじゃないかなってところを見ていけばいいと思いますね。
エントリーはしないですよ。1時間ですけども、右肩下がりだったと思います。そしてここでは均衡してたんですけども、ブレイクしてですね、ズバーッと下の方に行きましたよね。で、それが今回勢いを止めていく。その勢いを止める力点っていうのは、ちょっとね、こちらの方にも消えちゃってるんですけども、ここですよね。ここで支えられてますから。ここからあれですかね、移動平均線は収束していくんじゃないですか、横の方に。で、なおかつその後で上の方に行くっていう形を取ると思います。まあ、こんな全体像ですよね。あとはね、月が変わりましたので、これリアルタイムなんですね。ちょっと月足も見ていきましょうか。はい、月足を見ていくと、114円の352で赤いライン引いてますよね。ここを越えずに下に行ったところが、一番大きなヒゲで見えると思います。一番右側のヒゲでね。ただ上昇に向かうような、形にはなってます。で、上昇はどこまで行くかっていうと、118円の040。ここまでは上昇する、まあ、余力があるかなと。で、ウィークリーですけども、どん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 上がっていったんですけども、ここで上昇の勢いはね、ちょっと止まるんじゃないかなってことでございます。まあ、ですんで、115円に行くことはあっても、116円にすぐに行くことはないかなと。で、そういうところを見極めるような12月の初頭であってほしいなというところですね。はい、じゃあ12月1日になりましてね、水曜日なんですけども、水、木、金と特にエントリーするつもりなく、もう余裕を持ってじっくり見ていきましょう。で、雇用調整も、雇用統計もね、金曜日に発表されますけども、それももう大きく動くことはないでしょうね。で、6日から10日の間で、やっぱりね、何度かエントリーをして、ちょっと200ピップスほど取っていきたいかなっていうのが私の考えですね。まあ、ここで200ピップス、まあ20万か30万取っておかないと、もうね、ちょっと12月の中盤から後半っていうのはあまり期待できないんでね。まあそういうふうな心づもりで追ってください。とりあえずは4日まではじっくりと見ていくことだけに終始します。それでは、いってらっしゃい。はい、どうも、速稼塾の久保でございます。今日は12月2日朝5時5分の相場解説になりますけども、解説の前にちょっとね、お話したいんですけども、FX を始めて5年目になってもうすぐ6年になるんですよね。で、私がずっと思っていたのは、 FX でずっと勝てない人っているんですよ。例えば3年やっても5年やっても10年やってもね、まだ FX が全然自分の手法になってない、自信を持って勝ち切れると考えられないって人がいるんですよね。いや、さすがにね、5年とか10年かけて FX が解釈できていないっていうのは、もうこれは向いてないとしか言いようがないと思うんですよ。まあ、理由は2つあって、1つはね、毎日やる情熱がないってことで、もうこれはやっててもしょうがないかなと思います。もう1つはですね、毎日やっていても全然勝ちが見えてこないっていうのは、もうこれは完全にね、センスがないんですよね。センスがない以前に多分基礎用語も覚えてないし、トレーニングもしてないのかなと思うんですよ。で、本当に全体の雰囲気で勝つ負けるみたいな感じでやったりとかね。それから、ロスカットのポイントを設けていないとか、エントリーと同時にロスカットポイントっていうのを設けないといけない。これはセットで私はずっとお伝えしてますけども、それをやってないとかね。それから利益確定ポイントを自分の都合でエントリーの後に動かしてみたりとか、リスクリワードをきちんとね、まあ 2.1 なり 3.1 に設けてないとか、速稼塾で 3.1 をお勧めしてますけどもね。まあそうなってくると、たまたまなんですよ、毎回。ただでさえ FX を緻密にやっても、たまたまの要素が抜けないところにね、最初から最後までこうやってたまたまをやっちゃうと、勝ってもたまたま、負けてもたまたまで、これ何回やってもね、何年やっても同じですよと、超反博打ですよってことになっちゃいます。で、私が思うもう一つの理由っていうのはね、FX は長くやるもんじゃないなと思ってるのは、そもそもね、途中で資産ができちゃえば FX やる必要がなくなっちゃうんですよ。で、目的がお金を増やすことですから、FX そのものが面白くなっちゃうっていうのは、これ本末転倒なんですよね。でもそうなっちゃったらそうなっちゃってしょうがないんですよ。まあそうなったらそうなったらしょうがないんですけども、私の場合は FX に人生を費やすよりも、一定の資金ができたら、あとはリスクだけですから、残るのは。で、どっかでロットを増やしていった結果ね、リスクを被ってしまうか、あとは FX に使う時間っていうものは、もう必要以上に使ってもしょうがないんですよね。投資の基本原則で申し上げてるのは、いくら稼ぎたくてやってるのかってことなんですよ。ね、投資の4つの要素、何回も申し上げましたけども、自分の目標利益を取ったんだったら、もうその世界から退場するに限るわけですよね。で、その資金を持って投資を続けたいなら、別のフィールドでやっていくってことになります。例えばね、株式っていうのは、
FX に比べて長期投資になりますんでね、不動産を含みますんで。ですので FX で短期的な利益を得たら、その短期的利益を長期的利益に変えていって、金利や利回りというね、リスクが少なくて、そしてリターンは少しずつなんだけども毎年毎年あるよみたいな形にしておくことによって、自分の自由時間がどんどん担保されていくわけですよね。その自由時間でどうしても株や FX がやれているんだったらしょうがないんですけども、まだ自分の資産が十分できてない時に好きなことにシフトしてしまうっていうのは、随分とアンバランスになってくると思いますね、はい。それで私もね、そろそろね、FX は手を引こうかなと思ってるんですよ。勝ち切った状態でやめていって、そしてその資金をもとに別のことをやっていこうかなと思います。まあ2022年1年間は続けると思いますが、さすがに10年はやるつもりありません。ですんで、2022年を最後にするのか、2023年までやるのか、それはちょっと何とも言えないんですけども、ただね、5年後はもうやってないと思います。トイレも完全にやめてますね。その頃は、おそらく別の、ことをやってるでしょうね。FX はやるにしても、そのファンダメンタル、もしくはテクニカルを活かして、別の分野で、例えば安定した暗号通貨市場でやっていくとかってことになると思います。とりあえず FX はずっと今のままでやるかっていうとやらないですね。はい、じゃあ前置きはこのぐらいにしまして、今日はさらっとね、相場解説の方を見ていきます。月足からね、月足から見ていきます。改めて月足見ていただきたいんですけども、赤い線114円の352で反発して、青いですね、陰線になってますよね。これだけ見といてください。赤いラインに到達すると、まあ、すべからく陰線になるわけなんですよ。これをちょっとね、印象にあるまま週足の方に移っていきます。さあ、これが週足ですけども、どうでしょうか。週足は買いに入ったかなと思ったら、大きなひげを出して下に叩き落とされて、結局は動きとしてはこういう風になってるんですよね、まあ、ですんで、あのずっとトレンドとしてはね、右肩上がりなんですけども、もしかしたら買い足が粘り強く、さらに大きなね、時間軸に影響を及ぼしてるんじゃないかなと思います。次、日足なんですけど、ここが分かりやすいですよ。日足はここを頂点にして、あとは陰線しか出してないんですよね。こっち陰線でしょ、ずっと。ってことは、この陰線の流れがここを突き破ってね、112円の808、ここを突き破って下に向かう流れを形成するんじゃないかなと思います。これもだから、上位足に買い足が逆らえないというセオリーをぶち破って、買い足が塵も積もって上位足を構成してるってことになると思います。じゃあ4時間の方いきます。ますますそれが顕著になります。次にですね、こちらの方を絡んで割ってきたところがあります。112円の808を割ってきましたね。ですんで、ここは高値が切り下がっていて、安値は、まあ、ほぼ一緒でも、これおそらく時間の問題で、下への圧力が多分突き破ってくるんじゃないかなと思うんですよ。で、こっからね、ストーンと落ちてますからね。この売りの流れはここの圧力をぶち破ってくるんじゃないかなと思います。じゃあ1時間ですよ。1時間はもう完全売りですよね。こちらの方からブレイクした後、高値はどんどん切り下げていってるんですよ。で、安値もまあ切り下げながらもちょっと踏ん張ってる状態でありますけども、そこまでね、セルの流れを止めるような形にはなってないかなと。何よりもこの1時間足の売りの連発が積み重なって、上位足に影響を与え始めてるんじゃないかなと思うんですよね。まだまだ様子を見ていこうと思いますけども、あと少なくとも1日ね、もしかしたらこれは全体的な買いの流れ、ずっとその買いの流れがありましたけども、これをね、大きく塗り替えて12月はセルで終わっていく、2021年はセルで1年を締めるんではないかなって記載してきました。1時間足がまだまだね、売りの流れを作るようでしたら、これはね、4時間足や日足、ひいては週足や月足にも影響を与えて、売りの流れを作るかもしれないなと思っているところですね。ですんでね、ずっと右肩上がりのトレンドをずっと見てきたんですけども、そしてそうだと思いましたけども、これは転換が起きている可能性があるなと判断します。それでは今日と明日
もう一個じっくり見ていきましょう。それではおはようございます。速稼塾の久保です。12月3日の相場解説になります。大きな動きの後ってのは必ず収束が起きるんですよね。そして収束の後は必ずブレイクが起きます。この繰り返しで相場っていうのができてるんですけども、今回もねその顕著な例が出てると言えます。こちらの画面をどうぞ。まず日足なんですけども、大きく上の方からぐわっとね落ちてきましたよね。それまで急速に上昇の方に向かっていって、ここから考えるとものすごい動きをしてますよね。でこれが4時間になるとどうなるかってことなんですが、4時間になるとねちょっとこう下げのトレンドを形成しながら、まあ、全体の流れとしては右肩上がりだったはずなんですけども、これがねこの流れがですね大きな流れを、大きな上位足を下に引っ張り下げる効果を出してくるんではないかなと思ってます。その前に1時間を見るとこういうふうな傾向が見られてるんですよね。それが今回のテーマですけども、大きく上からドーンと来たものがだんだんと上下の幅、ボラティティを収めてきてるんですよ。あれね、ちっちゃくなってるでしょ、三角形が。こういうふうになってきてるわけなんですよ。でこれをディセンディングトライアングル、下の方に抜けていく動きがこちらの上から入ってきた方向に抜けるっていう形に向かってるんではないかなって考えるのが今の私の考え方ですよね。だから112円の方向に向かって下の方にブレイクするんではないかなというふうに今考えてます。この形でね上の方に抜けるってのはあんまりないんですよね。うん、まあですんでこっからやっぱり昨日も申し上げましたけども、トレンドの転換を起こしてセルの方に向かう、そんな12月の、2週目を作るんではないかなっていう感覚があるんですよね。はい、じゃあ今日のお話は以上でございます。セルの方に向かうんじゃないかなっていうふうに思ってきたってことですよね。それは昨日も転換起きてることを疑ったんですけども、今日はますますその疑いが強くなったってことになります。それではね、今日金曜日ですけども材料がありますね、夜ね。その材料を見て6、7、8、9、10、こちらの実際にエントリーする週の値動きを追っていきましょう。それでは本日は以上です。